に、あの人、どうしたのかな。何か、探してるみたいだね。割と状態は良さそうね。これなら。よし、これとこれとこれと。あ、こんなの大したことないわよ。だってよく漫画に出てくる天才博士なんかは一コマでロボットを作ったりするでしょ。あれに比べればまだまだよ。ともあれ、これでデッキ代が浮いたわ。これからレンタル屋さんに行ってこよっと。じゃあね。それじゃ。そりゃまた変な人よね。私には絶対無理だわ。ふーんだ、どうせ私は機械が苦手ですよだ。そういうことができちゃうゆずちゃんっていうのはちょっと嫌かも。大丈夫よみゆちゃん、そんなことは絶対にないから。
クラスの友達が間違えて2つ買っちゃったらしいの。もらったんだけど、私ウサギはあんまり好きじゃないし、だったらウサギ好きのミュウちゃんにと思って。ミュウちゃん探したけど見当たらなくて。それじゃね。リノさん、お片付けしよ。はい、わかりました。掃除をいたしますね。ありがとう、両人。
の中にリノさんに会ったらお手伝いしましょうかって言ってくれるの。
よろしくお願いいたします、ご主人様。ねえリノさん、授業の内容なんか大丈夫なの？はい、ご主人様の学ばれている勉強の内容でしたらデータとして入っております。わかりました。はじめまして、森崎リノと申します。これから約2週間と短い間ではございますが、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
分かりました。それでは、これから自宅へ戻って、家事にかからせていただきます。はい。では、お先に失礼いたします。ご主人様。